もうよりあなたが手にするべき人生を手にしていく、はい、これこそがコツ。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、肥前敏郎です。小坂先生、はい、先日我々のワクワク系マーケティング実践会のイベントに、うん、人は話し方が9割の長松茂久さん、長松さん、はい、なんとゲストで来ていただいた、はいはい、来ていただいたんですね。で、小坂先生との対談の時間がありましたけれども、うんうん、まあ、その中で、その中でも越境の話が、越境、はい、あのお集まりの会員さんたちにも非常に大反響だった。反響あったですね。越境とは何なんだっていうあたりのお話をぜひ、越境、はいはい、していただければと思いますが、越境ってね、はい、まあ、境を越えるっていうことなんですけども、はい、非常に馴染みのない言葉、あんまり聞かないですよね。そうですね、はい、先日のね、このイベントで、はい、まず長松さんをゲストであのステージにお呼びする前に私が越境の話をして、はい、まあ、それがまず長松さんが越境の話いいですねなんて、 そうでした、そこから越境の話にずっとなったんですけども、はい、まあ、文字通り境を越えるって意味なんだけど、これはですね、見ず知らずの自分が慣れ親しんでない世界に飛び込むみたいなことなんだよね。だこの境から内側は自分にとって、まあ、慣れ親しんだ世界である、はい、でこれを超えると何が起こるかわからない、はい、で普通怖いので超えられない、この境が越境と。でも実はこれを超えることで、さらにその未来に大きなものが待っているという、はい、これ物語的には非常にポピュラーなシチュエーションで、はい、特にあの冒険物語、冒険譚と言いますけども、はい、例えばあのロード・オブ・ザ・リングって映画がありますよね。あ、指輪物語ですよね、はいはい、あのロード・オブ・ザ・リングはもう典型的な冒険譚、冒険物語ですから、はい、第1部、第2部、第3部ってあるじゃないですか。ありますね、はい、で第1部に越境のシーンが出てくるんですよ、はい、文字通り主人公のフロドとこうお月の何だったっけな、はい、あの2人でこう境まで来ると、はい、フロド様、ここから先は行ったことがない世界ですって言ってこう立ち止まるんです。ああ、ありましたね。あるんです、はい、覚えてます、はい、でこの先を見ると、はい、まあ、確かに別に普通に平原なんだけど、確かにここから先は行ったことがない、でも行こうって言って越えるんですよ。越境ですね。これが冒険の始まりですね。はい、スター・ウォーズ、はい、冒険物語、はい、冒険譚ですから、スター・ウォーズも最初、これまあ知らない方には分かりにくい話かもしれないんだけど、主人公のルーク・スカイウォーカーがオビワン・ケノービという登場人物に、はい、宇宙に飛び出さないかってこう誘われるわけなんですが、はい、行けるわけないよっていうじゃないですか、はい、行けるわけないよ、仕事もあるし、はい、普通なんだよね、これが、はい、行けるわけないよ、仕事もあるしっていう。だけど、まあ、詳しくはここで語りませんけど、ネタバレになっちゃうから、行かざるを得ない状況になり、ね、僕は行くよって一緒に旅立つじゃないですか、はい、これ越境です。あ、なるほど、そういうことですね。時に人は自分で決断して越境することもあれば、はい、そして行かざるを得ない状況になって越境することもあるんだけど、うん、とにかく冒険というのはそうやって始まる、はい、この境を越えないと冒険は始まらないんですよね、うん、で冒険始まったらどうなるかっていうと、例えばロード・オブ・ザ・リングにしてもスター・ウォーズにしても、はい、他の作品にしても、そこから先はいろんな敵が出てきたり、そうですよね、大変よ、はい、だそれは冒険の、はい、まあ、冒険には試練がつきものって言いますけど、もうほぼ試練、はい、でもそれをこういろんな仲間たちと、あるいは創意工夫で乗り越えた先に、その人は、その人がヒーローになるんですよ。そうですね、はい、そう、そして自分の元いたところに戻ってくる、ヒーローとなって帰還する、はい、これが冒険という物語ですよね。越境旅立ち、ね、はい、出立とも言いますけど、越境旅立ち、試練、そして帰還ということなので、はい、ロード・オブ・ザ・リングも三部作だし、スター・ウォーズも三部作だし、はい、人生も三部作。ああ、そうか、人生にまで、ね、あ、人生、ヒデンさんも、はい、まず会社辞めるってのあったじゃないですか。いや、辞めました、はい、今日ですよね、はい、ああ、そうですね。で自分で店作ったでしょ、はい、いや、そもそも、はい、大きな会社に300数十店舗もあるような大きな会社に勤めていながら、会社が全く認めてないワクワクをやる、はい、もうこの時点で越境ですよ。ああ、そうか、そうか、はい、何度も越境してるんですよね、はい、で越境するために、越境したから、はい、ヒデンさんの話で言うと、まあその勤め人時代のことで言うと、はい、越境しても
いやー、肥前すごいな、それどうするんだ、俺にも教えてくれよってみんながわーっと来るか来ないじゃないですか。そうですね、試練あったじゃないですか。試練ですね、はい。ね、で、はい、そのお店を V 字回復させたらまた次に儲かってないお店に行ってっていう、はい、より大きな店に行ってっていうことがあっても、はい、くぐり抜けていくじゃないですか、はい、でそうしたら自分が変わってるわけですよ。ああ、そうですね。そうでしょ、はい、でまあ勲章としてはあのスター・ウォーズも最後にこう勲章をかけてもらうシーンある、はい、クライマックスっていうかもうさあの3作目の3作目ってのは詳しい細かい話だけどエピソード4、5、6の6だけど 4の最後とか、はいはい、6の終わりとか、はい、なんかまあそういうシーンも肥前、はい、さんが最優秀店長表彰みたいな感じじゃないですか。あ、はい、だからそれはまあ成果が出たからとも言えるんだけど冒険の重要なとかそこじゃないんですよ、はい、越境して試練を乗り越えると自分が変わるんですよ。でそれがヒーローという、はい、だから自分の人生も変えられるし自分の周りにも影響を与えられる、うん、まあ、物語で言うと世界を救うってやつじゃないですか。そうですね、はい、ね、世界を救って帰ってくると、うん、もうみんながわーって迎えるじゃないですか、うん、で勲章もらったり越境する時とは別人ですもんね。別人なんですよ。でもそうしてまた肥前さんは最優秀店長になったけど、はい、また越境して、はい、次はお店作ったら新聞に取り上げられたりしていったじゃないですか、はいはい、でも最初からオープンした日からもうわんさか人が来たわけじゃないじゃないですか、うん、はい、で最初なかなか人来なくて焦ってたじゃないですか。全然来なかったです。だからいろいろあるじゃないですか、はい、越境するといろいろあるんですよ、はい、でも越境こそが人生の、うん、あなたの本来の次の人生の始まりなんですよ。だから勇気を持って越境しなければならない、はい、みたいな話をして、はい、そしたら長松さんもいや僕も越境の繰り返しですよみたいな。あ、そうでしたね。長松さんって、はい、ご存じない方多いみたいだけど最初から著者じゃないからね、はい、あの方今でこそ大ベストセラー作家ですけど最初たこ焼き屋の、はい、を始めたとこからね。そうですね、ちっちゃいたこ焼き屋。でもそれだってね、ちっちゃいたこ焼き屋って言ったって、はい、ね、今まで自分でお店やってたわけじゃない人が、はい、自分のたこ焼きの屋台なりお店なり持つっていうだけで越境でしょ、はい、越境ですね。でそれがすごくうまくいってで次に100席以上ある大きな居酒屋を地元で作られてまた越境って話をその後越境って話からしてくださったんですよね、はい、長松さんがね、はい、でその都度やっぱり新しい世界が見えてでそこに行かなかったら手に入らない自分になって戻ってくると、うん、それが人生、まあ、ということなんだけど、はい、ところがこの越境がですねできない方が多いんですよ。これ、ね、この間のねイベントの後半でも、はい、この話で会社辞めたりとか私も最初会社辞めるときものすごい躊躇しましたのでまあね会社辞めろって言ってるわけじゃないんだけど、はい、でもまあそれは肥前さんの人生にとって非常に重要で価値ある越境だったじゃないですか、はい、でも躊躇するよね、はい、ここなんか越境するコツみたいなものはコツね、はい、越境は恐怖なので、はい、多くの人にとって、はい、そうですね、やっぱりこうコツらしいコツとも言えないんだけど、うん、もう私の話をすると、はい、私は恐怖がないかというと、はい、私も恐怖感あるんですよ、うん、越境するときは、はい、これはねコツというか私が心がけてることは、はい、不思議な言い方になりますけど、はい、先に越境してしまう。はい、どういうことですか例えばね、はい、例えば、はい、あの 学会で、まあ、学会とかね、はい、私学会に初めて参加するとかいうのはやっぱりすごい影響だったんですよ。もともと学術界にネットワークないですから、はい、だから先に影響するっていうのは確かに実際に大会に行ってそれで夜の懇親会も行ってそこで声かけていただけるかどうかもわからないのに、はい、それはもう大変な恐怖感が、まあ、躊躇するものがあるけどとにかく行くよし行くぞってなってなくても申し込んじゃう、はい、あ、なるほど、はい、はい、もうこの時間申し込んじゃう、はい、こういうの私よくやる。ああ先に影響するコツですね、はい、だこれができるときとできないときと当然あるけど、はい、これは非常に結果的にいい結果に転んでいくことが多いので私はよくやる、はい、先にもまだ決めてないんだけど、ま、だあ、そうそう、自分の中ではものすごく躊躇してて、はい、というか、まあ、まだ8人ぐらいでとてもいけないわと思ってるんだけど申し込んじゃうんですね、はい、よくやる、ね、はい、私はだから、まあ、自分で決断しろとかね気を強く持てって言っても自分で自分ってそんなに簡単にコントロールできないので、はい、なんかそういうふうに状況を作って背中を押してもらうみたいな、は
だからこう一緒に誰かいたりすると、私が会社作った時は一緒に立ち上がってくれた仲間がいたので、先に会社辞めちゃったとかね、はい、言われて困りますよね。いや僕まだ躊躇してるんだけどみたいな、はい、こういうのはありがたいけど、はい、常に人を巻き込めるとも限らない、はい、これも背中を押してもらってるわけじゃないですか。私もう辞めたんですけど、はい、みたいな感じで、はいはい、小坂さんいつお辞めにみたいなちょっとプレッシャーあるけど、はい、だからそういう感じですよね。今の先に申し込んじゃって、はい、でもそれでも結局自分の背中を押し切れずに、やっぱり決断できずに行けなかったってことがないとは言わないけど、結構良い結果につながるね。やっぱり申し込んじゃったからまあいいか、はい、みたいな、はい、申し込んだし、もうなんなら昔その頃なんか、まあ、昔なんか名古屋に住んでましたから、もう新幹線とかこう取っちゃってね、あお金払っちゃって、はい、もうだんだん自分の外堀を埋めていく、そうですね、固められてる感じですね、うん、はい、という感じかな、あというのもあるかな、はい、まあ、あとはね、あのコツ、これもコツとも言い切れない、言い切れないとこあるけど、やっぱり その先の自分をちょっとこう夢描いてみるっていうのもこう背中を押しやすいかもしれないですよね。もしかしたらこんな将来が待ってるかもしれないなっていう、私も当時会社辞めたりっていう時に、まあ、越境でしたけど意識してたのは、うん、そのここで踏み出すのと踏み出さないとでどっちが後悔するんだっていうのは、ああいいですね、よく考えてましたね。いいですよね、絶対踏み出さない方が後悔するなと思ったので、もうえいっていう感じで、ああその時はなんか踏み出した先のことが見えてるってわけでもないわけ、はい、いやもう見えてないです、恐怖だらけですよね、恐怖だらけだよね、はい、だから大体ね怖いんですよ、はい、もう人間暗闇怖いですから、はい、この先何が出てくるか分かんないって、まあ、大概何か出てくるからね、はい、しかもね一応するとだけど、まあね、こういうなんか私はその神話の研究とかもしていて、うん、はい、これ神話ってこういう三部作って大体できてるんですね、冒険探偵、はい、だからこれ人類の英知だと思うんですよね、はい、物語って形を借りて、はい、これがあなたが本当にあなたのさらなる人生を生きていくコツですよともこう教えてるようなもんだと思うよね、はい、だから怖いけど一挙するのがそもそもコツで、うん、人生をより良いものにしていく、もうよりあなたが手にするべき人生を手にしていく、はい、これこそがコツ。なるほど、はい、だからこの後に試練が来るってのもある種コツなんですよ。ああそういうことですね、でも来るんだなって分かっていくみたいな、はい、だけどこれをくぐり抜けることによって、まあいや自分ってこんなことができる人間だったんだとか、うん、自分にこんな人生が待ってたんだってことに大体なる、はい、でこれがまあヒーローとして帰還する、まあ、だからスターウォーズの、スターウォーズなんですよ最後にするけど、はい、456ね、エピソード456のエピソード6はジェダイの帰還という題名になってる、リターンオブザジェダイ、ジェダイとなって帰還する、僕は絶対宇宙行きませんって言って、宇宙行きませんって仕事もあるのにって言ったルーク・スカイウォーカーがジェダイとなって帰還するという、そういうことですね、あなたもぜひジェダイになっていただきたいと思います。はい、ということでコンチャンネルでは皆さんの商売ビジネスのヒントになるお話をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてコメント高評価もお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。